五章鉄道とは、新朝時代、上海から五章鎮までを結んだ鉄道。中国で初めての商業営業路線である。1876年イギリス商人が許可を得ることなく建造し、開通から16ヶ月後に新朝の管理に28万5千両で買収され、撤去された。1825年、イギリスで世界で初めて商業営業鉄道である。 ストックトンダーリントン鉄道が開通した。林即女が1839年に編集した四、寿司、義ゲが1844年に編集した開国寿司、ジョツの英館史略などにはヨーロッパ各国の鉄道建設の状況が記載されている。特に1848年に書かれた英館史略には増加輪車、も、石敷地、洋鉄ため寺、 もっそくその行とある。1863年7月、李光翔は、上海、蘇州一帯で、太平天国の乱の鎮圧作戦に当たっていた。この時、上海の27の英仏商人が時の金差大臣、チャンス準部である李光翔に対して、上海から蘇州に至る鉄道の建設を要求し、太平天国を攻撃するのに有利になるとした。李光翔はこれを、 総理我門に堅議するも、絶対拒絶の回答であった。新朝政府に対し鉄道の優越性を宣伝するため、イギリス商人ドーランドは、北京の乗り竹門外に総延長0 5トルの狂気、天覧鉄道を自費で建設した。これはただ鉄道の原理を展示するだけで、実用性には乏しいものであったが、鉄道という新しいものを中国人は初めて見せられ、 恐怖が、北京市に充満したという。除歌の、清秀冷る衣装には、英人、と乱徳を同時おっ七月、も、長吉里元の小鉄寺一条、四季を経営安氏角外行平地、も、小規者市その上、春出女避、強費とはびため用物、とある。後に、保軍投了我門は、感謝外界として慌てて、鉄道を撤去し、やっと平成を取り戻した。 五省鉄道で使用されていた、天朝号機関車1860年代から、上海在住のイギリス商人は、上海疎開から五省不島までの鉄道建設の準備を進めていた。上海疎開は、広歩行のほとりにあり、五省は、広歩行が長江に流入する地点にあった。しかし、広歩行は、幅が狭く、船の往来も不便であった。特に、 外国商人の大きな貨物船などは不便であった。これを解消するため、有利な場所に位置する五章を適当な港にすることとしたのである。ここは建設する際に橋を建設する必要もなく、距離もわずか12ミリで、候補校を往来する船よりも距離が短い。イギリス商人はこの鉄道を上海市中心部と五章校の間に迅速な陸上交通手段を建設することにより、 人と貨物の輸送が便利になると考えたのである。1865年、イギリスとアメリカの商人はこの路線建設を要求し、当時の上海同大を疑う時は承認したものの、結局7つの理由を挙げて拒否した。1866年、イギリスとアメリカの商人は中上海イギリス領事、トーマスウェイドを通じ、候補校は幅が狭く、 大型船は、上海に停泊することができず、貨物の積み下ろしに不便であるという理由で、清市政府の総理我門に圧力をかけ、五省から上海に至る路線建設の許可を得ようとしたが、総理我門は、やはりこれを拒否した。その後、何度も請求するも失敗に終わり、イギリスとアメリカの商人は、事後に承諾を得る、ことを決めた。1872年、 中上海アメリカ副領事、オリバー・ブラッドフォードは、五省府当から上海までの狂気鉄道の建設を発揮した。多くのイギリスの商工団体も加わり、新朝政府の同意がないものの、上海で五省道路公使が成立した。そして、上海道大、新平成に申請した。この際、投稿使は、上海市区から五章までの通常の道路を建設すると詐称していた。 新平成は、太平天国軍が上海に侵攻した際、外国人が上海を保護した功があり、また、鉄道を建設するとはしていないため、直接拒絶することが難しく、回答したのである。命を受けて、上海県は、国示を張り出し、五章道路公使は、車両通行用道路を建設する権利があると、交付したのである。五章道路の開通五章鉄道の開通、 新平成は道路の建設は許可したものの、地方政府は全く協力しなかったため、五章道路行使は自力で土地の買収問題を解決しなければならなかった。その結果、上海で民間人から私有の土地を購入することとしたが、所有者からすべて高値でふっかけられ、特に墳墓やあばらやなどが最大の障害となるなど困難を極めた。同時に、 鉄道建設により用水路や道路が寸断され、庶民の利益を損なうことから、強固な反対にあった。このような状況であったが、五章道路講師は、上海から五章に至る9 2五ミリ、幅約15ヤードの土地の買い上げを強行した。1873年3月、土地の所有権を獲得したことを発表し、道路を建設する権利があるとした。しかし、 土地の買い上げにより、会社が資金不足に陥ったため、イギリス商人は1974年7月28日ロンドンで小鉄路有限公使を投機、成立させ、小道路公使は接収された。岩陽光が中国における代理人となった。1875年、岩陽光が道路修理の名目で五商路の建設許可を得た。同年10月、イギリスからモリソンを 小鉄路有限公使の技師として招聘した。1876年1月からレールの布設を開始し、2月14日に試運転を開始した。使用した蒸気機関車はランソン・レーピア社製造、車軸配置0から4から0の先導号で約4分の3マイルを走行した。数千名の民衆が蒸気機関車の試運転を見物した。上海道大である 京都市密はこの情報により騙されたことを知り、イギリス商人にしばらく鉄道建設を中止するよう命令し、直命を創生し再び議論するとした。一ヶ月後、イギリス商人はまだ回答のないまま残りの工事を再開した。同年四月、建設が完了する。六月十二日、車軸配置零から六から零の天長号で試運転を実施し、二十五マイルパーアワーを 記録した。7月1日、五章鉄道は正式に開通し、祝賀会が催された。翌日には現地の人を無料市場に招待した。五章鉄道は路線長約9ミリ、機関は30インチ、レールは13キログラムマイメートルである。路線上には橋梁が15本、排水口が20カ所あった。信号設備は 指針式電報を使用した新行為機関閉塞を用いた。機関車は、試運転に用いた、車軸配置0から4から0の先導号以外に、店長号、花国号、総督号があり、車軸配置はいずれも0から6から0であった。汽車が運転開始後、現地の人の不満を引き起こした。彼らは、汽車は、地方の安寧に影響を及ぼし、農作物や、 家畜の成長を阻害し、風水を破壊すると考えていた。1ヶ月後の8月3日、一人の人が汽車にひかれて死亡した。現地の人は汽車の運転を阻止した。新潮政府の要求のもと、鉄道は運行を中止した。汽車の運転士のイギリス人、デビッド・バンクスは過失致死として、イギリスの領事裁判で裁判にかけられた。彼は汽車は警笛を鳴らせて、 警告を発したが、なぜ被害者はレールから離れた後、もう一度レール上に戻ってきたのかわからない。と言い、故意に自殺した疑いもあるとして、裁判の結果無罪釈放となった。また、イギリス商人とマンシンの管理は協議の結果、鉄道を、清政府は28万5千両で買収することとなり、1年半の期間で3回に分けて支払うこととなった。 支払いが終了するまでは営業を継続するとした。同年12月1日に運転を再開し、1877年10月まで続いた。イギリス商人の記述によると、この時期の鉄道の運営は黒字であったという。10月20日、清政府はすべての金の支払いを終了し、最後の記者は当日の午後に出発した。鉄道が新政府に渡った後、 レールは撤去された。レール、蒸気機関車、車両は台湾に運ばれ、現地の鉄道建設の準備がなされた。しかし、台湾鉄道はこれらを使用せず、台湾港に放置されたまま、荒廃した。古障鉄道が撤去されてから20年後の1898年に、商古鉄道として再建された。ありがとうございます。